中野国章は、中華人民共和国北京市純岐区出身で、港部屋所属の元大相撲力士。本名は、両長。身長185センチメートル、体重165キログラム、血液型 B 型、星座は乙女座。特異種は、右四つ、月、押し。最高位は東十両12枚目。小学校から高校までは、北京市で柔道をやっており、 高校卒業後に日本語の勉強のために来日した。体の大きさを見込まれて19歳の時に港部屋に入門2002年7月場所に初土俵を踏んだ。巨体を生かした月押し相撲で入門わずか2年で2004年7月場所に幕下昇進を果たした。三段目に番付を落としたものの2005年1月場所では7戦全勝で三段目優勝を果たし、翌、 3月場所は一気に幕下上位まで昇進した。なかなか幕下上位の壁を破れずに幕下中位にとどまっていたが、2009年には幕下1桁まで番付を上げ、港部屋久々の関取誕生へ向けて期待が高まっていた。2010年7月場所、幕下2枚目で4勝3敗の成績を収め、翌9月場所で新十両に昇進した。 中華人民共和国出身力士の関取昇進は、2010年1月場所の総国来以来3人目、中国大陸の生まれで、漢民族の力士としては、史上初である。また、港部屋からは、現在の師匠の港親方である港富士以来9年ぶりの関取誕生となった。迎えた9月場所は夏巡業で腰痛を、発症させたのが原因で初日から6連敗を、 キッスルなど3勝12敗と負けが込み、1場所で幕下に逆戻りした。その後は、腰痛のため低迷し、引退2場所前の段階で、ピーク時に 172kg あった体重を 135kg 前後にまで減らした甲斐もなく、2012年5月場所、先週楽に日本相撲協会に引退届を提出した。同年6月2日に断髪式を行い、 引退後は旅行代理店に勤務する運びとなった。相撲2012年4月号94ページ越しの痛み治らず、中国出身の元重量、中野国が引退表明、スパニッキーアネックス2012年5月21日6時。ありがとうございます。